三沢千代子は日本の実業家。三沢インターナショナル株式会社代表取締役社長。実業活動と並行して積極的に執筆活動を行っており、著書も数多い。1938年、新潟県に生まれる。進学に伴い上京し、日本大学理工学部建築学科において建築工学を学んだ。1967年、 三沢ホームを創業した。三沢ホームは短期間で順調に業績を伸ばし、1971年に上場を果たす。上場企業の代表取締役としては、史上最年少であった。耐久性やデザイン性に優れた商品開発を進めるなど、積極的な事業展開を行った。また、プレハブ住宅をいち早く取り入れるなど、先進的な取り組みを推し進めた。 その結果、三沢ホームは日本最大の住宅メーカーとなった。しかし、バブル景気に乗り、ゴルフ場、リゾート関係に手を広げ、バブル崩壊後の不況に伴い、三沢ホームの経営が悪化した。2003年12月に名誉会長を退任し、三沢ホームの経営から退いた。バブル景気直前の1985年、三沢千代寺の同級生で、 高校時代からの親友であり、三沢ホームの大万党的存在でもあった山本幸雄専務を日本航空123便墜落事故での死により失ったことが三沢ホームのバブル景気後の経営判断に大きく影響したと言われ、三沢千代子自身も同業者から山本の死が三沢ホームの経営破綻に影響したと指摘されたことを語っている。2004年、 三沢ホームホールディングスの経営悪化に伴い、トヨタ自動車による救済や産業再生機構の活用が訴状に上った。しかし、三沢は住宅事業は顧客からお金を預かるから信用が大事。再生機構を活用するとなれば、三沢の信用が揺らぎ、受注ができずに潰れてしまう。トヨタから三沢が学ぶべきものはないと主張し、独自の救済案を取りまとめた。 同年には、ファンド数社から出資を募り、ミサワファンドを設立し、ミサワホームホールディングスの株式公開買い付け、UFJ 銀行の再建1200億円分の購入、UFJ 銀行とシティグループの保有する優先株1350億円分の購入を提唱した。しかし、この提案はミサワホームホールディングス側に否定され、ミサワは、さらなる提案を行ったものの、 同年12月、産業再生機構によるミサワホームホールディングス救済が正式に決定された。2004年3月、ミサワホームグループとは別に、ミサワインターナショナル株式会社を新たに設立し、代表取締役社長に就任した。住宅の耐久性を向上により、長期にわたる居住性と高い資産価値を実現すると主張し、 ハビタ200年住宅の実現を提唱している。ありがとうございます。